新井駅は兵庫県高砂市新井町大木町にある山陽電気鉄道本線の駅。駅番号は SY32。事故現場の調査を行う警察官相対式ホーム2面2線を有する地上駅。有効長は6両。改札口は神戸方面行きホーム側に地上改札があるほか、神戸よりに地下改札がある。互いのホーム往復は、 校舎の地下コンコースを使用する。どちらの改札口も無人化されている。地下改札は駅構内をアンダーパスする公共の地下道とつながっており、開設当初は周辺の工場への通勤者など定期見客専用で朝夕のみの稼働だったが、現在は昼間時も使用されている。また、駅南西部には IC カード専用の出口専用改札がある。 2011年春にバリアフリー化工事が終了し、改札口と各ホームを結ぶエレベーター専用個線橋が設置された。なお、当駅にはすでに上りホームと下りホームをつなぐ地下道があるが、それのバリアフリー化話されていない。上りホーム側のエレベーターは、改札外上りホーム、個線橋と3カ所に止まる珍しい形になっている。案内状。 乗り場番号は設定されていない普通が上下とも毎時4本発着する。直通特急は朝と夕方のみ停車する。2011年度の年間乗車人員は207万2000人で、ある。したがって、1日平均乗車人員は5661人で、ある。山陽電気鉄道の駅では、板タヤ駅に次いで、全49駅中、第4位。 特急通過駅では最も多い年間乗車人数は次の通り駅周辺の企業が社員の自家用車通勤から電車通勤への転移を積極的に進めたことにより利用者数が激増しているそのことはデータ上からも定期利用者がほぼ80%を記録しておりこれが山陽電鉄全49駅中最大で突出した数値であることからもわかる 以下に各年の乗車人員を示す。かつては駅南側に本線とそう形で国鉄高砂線から分岐したキッコーマニへの専用線があった。現在は道路として整備されている。また、山陽電鉄がバス部門を保有していた時期は駅前広場に隣接してバス車庫も設けられ、バス浜国道線、北条線の相互接続駅としても機能していた。 また、バス車ャコタテは近年まで駐輪場として使われていた。ありがとうございます。